水素化とは、水素ガスを還元剤として化合物に対して水素原子を付加する還元反応のことである。水素転化反応、略して水転と呼ばれることもある。この反応は、触媒を必要とするため、接触水素化とも呼ばれる。文脈によっては水素化反応を使用した実験手法、技術のことを指す場合もある。より広義には還元剤が何であるかを問わず、化合物に水素原子を付加する還元反応全般のことを指す場合もある。接触水素化反応は1897年にポール・サバティエによって発見された。サバティエは水素ガス中で酸化物を還元して調整した微細なニッケル粉末がエチレンへの水素の付加反応の触媒となることを発見した。この発見によりサバティエは1912年にノーベル化学賞を受賞した。その後、白金属元素、中でもルテニウム、ロジウム、パラジウム、白金の4元素が強い触媒活性を持つことが発見された。ニッケルを含めたこれらの元素が水素化反応にはよく用いられている。1966年にジェフリー・ウィルキンソンは前年に自身が発見したロジウムトリスクロリドが水素ガス中でアルケンを水素化する触媒となることを発見した。この高活性な触媒の発見から反応溶液に可溶な触媒を用いる均一系水素化反応が発展していくことになる。不正水素化反応は1956年に赤堀四郎、泉美春によりパラジウムをキラルな単体である絹に固定した触媒において初めて発見された。均一系触媒においては1968年にウィリアム・ノールズらによりキラルホスフィン配位を持つロジウム錯体で発見された。1971年にはアンリカ・ガンらによりディオップを配位とするロジウム錯体でアルファ、ベータ不飽和アミノ酸を水素化すると高いエナンチオ選択性が見られることが発見された。1980年に野依義晴らは BINAP 配位を持つ錯体は広い基質に対して高いエナンチオ選択性が見られることを発見した。この業績によりウィリアム・ノールズと野依義晴は2001年のノーベル化学賞を受賞した。不均一系触媒における水素化は触媒によって選択性が大きく異なるため目的とする反応に応じて適切な触媒が選択される。また、水素圧と反応温度も選択性に大きな影響を与える。炭素炭素多重結合の水素化では、白金属金属、あるいはニッケルを不均一系触媒として水素化を行う。炭素酸素二重結合の水素化では、銅酸化クロム触媒なども使用される。またベンジ類やエポキシドなどの比較的活性な炭素、ヘテロ原子結合やシクロプロパン環などの炭素結合が解裂して水素化されることもある。この反応は水素化分解、過水素分解と呼ばれる。使用される金属触媒は表面積が大きくなるように、コロイド状、スポンジ状の形態にした金属触媒、あるいは系内での水素ガスによる還元で、そのようになるようにした金属酸化物や金属水酸化物が使用される。前者の代表例には、ラレー触媒、後者の代表例にはアダムス触媒がある。また、活性炭、アルミナなどの不溶性物質を単体として、その表面上に微細な金属を還元的に析出させた金属単体触媒も用いられる。金属単体触媒は、強磁的な触媒活性の低下が少ないとされており、そのため工業用触媒として優れている。また、リンドラー触媒など金属単体触媒に添加剤を加えて活性度を低下させ、選択性を向上させた非毒触媒も用いられる。これらの不均一系触媒は、ろ過するだけで容易に回収でき、再利用することが多くの場合可能である。各種水素化反応に使用される触媒の例不均一系触媒の欠点は、反応系内に存在する微量の物質によって、大きく触媒活性が低下する、すなわち、非毒が起こりやすいことである。非毒の原因となる物質としては、類素塩基であるアミン、硫黄化合物、フォスフィン、ハロゲン化物、イオン、一酸化炭素などが知られている。また鉛やビスマスなどの金属イオンが触媒毒となることも知られている。これらの物質は触媒上で反応が進行する場所となっている部分に基質より優先的に吸着されるため、触媒活性を大きく低下させると考えられている。触媒毒が有機物の場合には熱などにより脱着させることで低下した活性を再生することが可能である。被毒は官能期に対する触媒活性によってその程度が異なる場合がある。これを利用して特定の官能期に対する触媒活性のみを残存させた被毒触媒が調整される。このような例としては、酢酸鉛により被毒したリンドラー触媒や、ローゼンムント還元に用いられるキノリンと硫黄により、被毒したパラジウム触媒、ニトロベンゼンからアニリンへの還元に用いられる、硫酸ニッケルから調整したニッケル触媒などがある。不均一系接触水素化の機構不均一系接触水素化の反応機構は、多くの場合ラングミューア・ヒンシェルウッド機構で起こっているものと推定されている。この機構は、基質と水素がそれぞれ触媒に吸着し、触媒上で出会って反応する機構である。水素は吸着の際に水素原子に乖離している。この乖離には触媒となっている金属表面の光子欠陥が重要な役割を果たしていると考えられている。触媒毒はこの光子欠陥に優先的に吸着して反応を妨げていると考えられている。不飽和結合への水素の負荷は水素が原子に乖離していることから2つの水素原子が別々に負荷する2段階反応で起こる。2つの水素原子は基本的には真の立体選択性で負荷する。しかし1段階目の負荷、場合によっては2段階目の負荷も可逆であり、また逆反応の際には負荷した水素原子とは別の水素原子が触媒上に脱離することもある。この結果、不飽和結合の EG 異性化や位置の移動が起こることになり、そこから再度水素化が進行することによって多少の立体選択性の低下が見られる。実験室レベルでは炭素炭素多重結合の水素化や保護器として使用したベンジル元の脱保護に使用される。その他の反応では、より簡便なヒドリド還元が使用されるのが普通で、水素化が行われることは現在では少ない。一方で、不均一系触媒による接触水素化反応は、工業的に最も多く使用されている還元反応である。石油の接触解質、接触分解プロセス内における水素化、窒素の水素化によるアンモニアの合成、一酸化炭素の水素化によるメタノールの合成などは、特に大規模に行われている水素化の例である。不飽和脂肪酸の水素添加は、マーガリンの製造など食用油脂加工の領域でごく普通に行われている。またエステルからアルコールへの水素化など、高圧を要するため実験室レベルではまず行われない反応も、工業的には油脂から得られる高級脂肪酸から、高級アルコールの製造などに一般的に使用されている。ウィルキンソン触媒を代表とする白金属金属と灰石との錯体を用いた均一系金属触媒が接触水素化に用いられる。特にキラルな灰石を使うことにより、エナンチョ選択的還元の領域でよく用いられている。金属錯体に水素分子が酸化的負荷して生成するジヒドリド錯体。あるいは、そこから還元的脱離で、ヒドリド配石一つとアニオン性配石一つが結合して脱離したモノヒドリド錯体が活性種となって進行する反応機構が考えられている。ウィルキンソン触媒では、ジヒドリド錯体にオレフィンがパイ配異した後、オレフィンが金属水素結合に挿入反応して、アルキル錯体となり、アルキル配異子がもう一つのヒドリド配異子と、還元的脱離して生成物のアルカンとなる。脱離後の触媒には、水素分子が酸化的負荷することで再びジヒドリド錯体が再生する。酢酸ルテニウム系の触媒では、モノヒドリド錯体にオレフィンがパイ配異した後、オレフィンが金属水素結合に挿入反応してアルキル錯体となるところまでは同じである。ここで水素分子の酸化的負荷が起きてジヒドリド錯体となり、このヒドリド配石とアルキル配石が還元的脱離して生成物のアルカンとなり、同時にモノヒドリド錯体が再生する。ホスフィン-エチレンジアミン-ルテニウム錯体では、カルボニル元はルテニウムには配せずエチレンジアミンのアミノ元との水素結合により結合しているとされている。ここで HRUNHO=C がちょうど6イン環を形成する形になり、ヒドリド配石がカルボニル炭素を攻撃して水素化反応が進行する。水素原子の負荷に使用可能な置換反応、負荷反応は多岐にわたるので、この項では詳細には取り上げない。定義により、水素化反応は還元反応の一部分を占めるので、一覧で示された各項目とともに還元反応の項も合わせて参照いただきたい。プロトン製溶媒中で亜鉛など還元力が高い金属を作用させると、ハロゲン化け物は金属から一電子を受け取りアニオンラジカルとなり、ハロゲン化物イオンの有利とプロトン化を経て水素化された生成物を与える。液体アンモニア中で芳香属化合物にアルカリ金属を作用させるバーチ還元では、一電子移動によりアニオンラジカルが発生し続いて、プロトン化を受け、最終的に水素負荷体が得られる。これらのように、一電子移動を鍵段階とする一連の還元反応を一電子移動型還元と呼ぶ。水素化、アルミニウムリチウムなど金属水素化物をカルボニル元に対して嗅覚的負荷反応を施す反応は1級、2級アルコールの製法としてよく用いられている。ただし、水素化ナトリウムは金属水素化物であるが、ナトリウムのカルボニル酸素との親和性が低いため、ヒドリドは嗅覚性を示さず単なる水素受容体として作用する。マーガリンやショートニング等の硬化油は、シス不飽和脂肪酸の水素化によって製造する。融点が上昇して、常温化固体となり、料理等で扱いやすくなる。製造時に複製生物として、トランス脂肪酸が数%生成する。ありがとうございます。